ちょっと。こんなことある？人に会うのが一番嬉しいかもしれない。あ、汗が知らせんな。すごい。ミト。ミト入りました。ミート。いやすごい、もう全部地名わかるもん、ここから見たら。大洗、日立大宮、キャンプ旅を終えまして2日、うん、猶予があるんだよね、うちらには、うん、余分に日にち取っていって、その2日分の予定は何も決めてなかった。そう、やばいよね。それはこのキャンプ旅がちょっとすごい雨降ったりとか、うん、あ、そうそうそう、なんかそういう天気的なもののために予備でこうちょっと撮ってたんだけど、無事スムーズにキャンプできたので残りの2日楽しめることになったんだよね、はい、で、もうほんとさっき、ついさっき、うん、さて今日どうするって話になりまして、はい、今日は水戸のホテルに泊まることになりました。茨城県庁所在地水戸市、楽しみで、水戸の真横のホテルなんだよね。それも今なんか急遽撮ったんだけど、で、今日は水戸の夜の街をちょっとフラッとグビッとしっぽりと行きたら居酒屋とかどうなんだろうね、いい店とか結構あんのかね。そうそう、リサーチ不足なんだけど、いい感じ、綺麗、安かった。水戸駅の目の前でなんだっけ、三の丸ホテル、一泊1万ちょっとだった。大浴場もついてて2人で、そう、じゃあ1人5,500円、そうで、やば、ほら綺麗、美しい。ショッピング、の前後にこのリュックやってんの。早く部屋入ろう、恥ずかしいから。はい、昨日水戸のホテルに急遽一泊して、うん、ちょっと近くでご飯を食べて、はい、で、今日温泉にしたんだよね。袋田の滝を、うん、見た方がいいですっていうコメントいっぱいもらってて、でその袋田の滝のすぐ横に温泉があるらしく、そこをちょっと急遽当日予約で予約しました。空いててよかったね。まあ日曜だから空いてるかも。でももう残りわずかだった。で今日は袋田行く前にもうあの3日間のキャンプ旅で行けなかったところ、観光地を全部行き尽くそうかなと思ってて、うん、であと視聴者の方からのおすすめ、できるだけ全部行きたいと思って、日立海浜公園とか、うん、日立駅、うん、シーバスカフェ、シーバーズカフェ、シーバーズカフェと袋田の滝で、うん、全部回りたい、うん、明日は夜のフェリーで帰ります。うまい。昨日のさ、なんか飲んでた時に横にいた女の子さ、笹コーヒーやっぱり有名なのって聞いたらさ、笹コーヒーって茨城にしかないんですかって言ってたね。うまい、いいぞ。まだ続くの。あそこ歌詞わかんないな。あそラーメン屋さん並ばないと。今サザコーヒーでケーキ食べた後なんですけど、うん、スタミナラーメン、うん、五郎丸だ。松五郎さん。松五郎。に行きます。二人で一つにしといてよかったね、あのカステラケーキ、うん、ね。こういうことなんですよ。旅行はいろいろ食べたいからね。そう。混んでるかな。混ん
出んじゃない？出るか。日曜日だから。スタミナラーメン。まだ信じられないね、茨城にいるの。この辺だけど。あ、これか。あれ？あれ？臨時休業？嘘でしょ。松五郎さん、なんで今日？マジか。めっちゃ食いたかったな。あ、でももう一店舗あるんだっけ？そっち行く？この店舗だけが休みなんだとしたら、いやでももう一個がどの辺なんだろう。つくばとか行ってたからめっちゃ遠いんじゃないの？もう一個もしかして。ちょっと調べてみよう。なんか他の店舗も探したんだけど、なんか出てこなかったね。なんか出てこなくて、やめて。視聴者の方が教えてくれた中華そば真っ先。あ、ちょっと待ってこんなことある？2つ行って2つともなぜか臨時休業ついてる何食う？母ちゃんの店行くか。母ちゃん食ってるか。待って、何分か調べてみて。母ちゃんの店30分。なるほど、まあまあですねさすがにお腹空いたな。スタミナラーメンがなんか松五郎っていうところが閉まってたんだけど、そのスタミナラーメンって総称みたいな感じで、実はいろんな店舗があるっていうことに今気づいたで、その松五郎ののれん分けっていうか、松五郎系と呼ばれている松吉っていうラーメン屋を今見つけたので、そこに行きます急に今気になったんだけどさ、水戸黄門の歌詞さ、めっちゃ深いんだけど。え？ちゃんと聞いたことなかった。ああ人生に涙ありっていう、まずタイトルなんだよね、あの歌。え、そうなんだ。人生楽ありゃ苦もあるさ、涙の後には虹も出る、歩いていくんだしっかりと、自分の道を踏みしめて。めちゃめちゃいいじゃん歌詞。人生勇気が必要だ、くじけら誰かが先に行く、後から来たのに追い越され、泣くのが嫌ならさあ歩け、人生一つのものなのさ、後には戻れぬものなのさ、明日の日の出をいつの日も目指して行こう、顔を上げて。すごい、素晴らしい。人生には涙と笑顔があるんだけど、そんなに悪くなくて、何もしないで生きるより何かを求めて生きようという歌です。今泣きそうになったぞめっちゃいい歌なんだけど。今うるっときた。行動しろって。素晴らしい、素晴らしい。なんかフェリー旅もさ、踏み出せずにずっといたじゃん。今回来てよかったな、本当に。なんか広がったわ、旅とかキャンプの幅が広がった。いいね。人生楽ありゃ苦もあるさ。わかる、そうなる。いや、こういう歴史をね、学びながら行くっていうのはまたいいんですよ。うん、面白いね、うん、あ、やってます。これやってる、ドレーンやってる、ドレーンかかってる。めっちゃいい匂いする。ホットって面白いな、コーヒーみたいな確かに一個ずつ、うん、そうだね。ホットです。ケンタビューを食べてる。ホットに聞いてもらえるのなら安心ですね。はい、あります。全般的な相談に対応するのは県民や県民に応じて様々な専門冷やし、なんか特徴的だよね。他などで相談を受けています。うまい。あんかけ焼きそばかな。美味しかった、うん、ピリ辛で、なんか北海道で絶対食べれない感じがやっぱ、いいよね。
タミナラーメンを食べ終わりまして、ちょっと今から、うん、私たちがオーストラリアに住んでた時に出会ったかなちゃんっていうお友達、名前らしい、名前らしいかなちゃんっていう可愛い子がいて、うん、その子が茨城出身で、うん、ひたちなか市、うん、でケーキ屋さんを営んでるんだって、うん、あの実家がね、うん、でぜひもし時間あったら立ち寄ってくださいって言ってくれたので、今ちょっと立ち寄ってみようかなと。ただスタミナラーメンを食べた後なのでケーキは食べれないので、うん、クッキーが何か買おうかなって、うん、グレートリーフっていうお店、うんうん、結構調べたら大きそうだった。グレートリーフ混んでる、うん、ちょっと外観は改装中みたいですあ、じゃあ4年ぐらい、5年ぶりぐらい、本当茨城って結構キャンパーの子多くて、そうだよね、みんな YouTube 見てるって、ありがたいね、なんかサイン書いちゃったねかなちゃんの友達で茨城でキャンパーさんがかなり多いみたいで、うん、結構友達に昼間夫婦見てる人いっぱいいるんですって言ってくれて、でよければサイン書いてくださいって言って、なんかうちらの昔作ったホタテ貝のイラストのサイン書いてきた。恥ずかしい。いや、なんか会えて嬉しかったな、ね、オーストラリア時代のさ、ね、友達に ね、うん、次はゆっくり会いたいね、うん、ということで、ここから今、ひたちなか海浜公園に向かいます。発音合ってるのかな、今ひたちなか海浜公園、ひたちなかっつってねびっくりドンキーがあった。嘘でしょ。え、びっくりドンキーって北海道だけじゃないの？どう思ってたえ、茨城と北海道めっちゃ仲良しやん。うん、待ってよ、びっくりドンキー絶対北海道チェーンだよ。ちょっと待って、衝撃的事実。びっくりドンキーの元々のルーツは盛岡のベルっていうハンバーグレストランだったって。でもそれの名前を変えて、うん、札幌の地で新たに創業したのがびっくりドンキーだって。だからやっぱり1号店は北海道で、よかったよかったあの店舗数ナンバーワンも北海道なんだけど、うんうん、北海道にしかないと思ってたじゃん、うん、普通に全国にめちゃくちゃある、うん、あるので、北海道が40軒しかないんだ意外と、うん、で2番目に多いのが大阪、へー、36軒え、同じぐらいじゃん茨城は5軒でもなんか普通にめっちゃある、いろんなところに全国にありました。びっくりした。すごいね、北海道のもので進出してるもの結構あるんだ、ね、面白い。日立海浜公園、すごい広い、すごい、コキア、コキアが、うわ、こんな広大な公園見たことないわ。あれ乗りたい、ケン、あ、乗りたい、どこから乗るの。めちゃめちゃ綺麗、ね、うん、絶景やん。ちなみにこのコキアは来月が見頃だそうで、うん、正直今の時期あんまり花は咲いてないただそのコキアの時期は本当に混みすぎてすごいから、うん、逆にゆっくりするなら今の時期いいんじゃないって言ってくれた視聴者さんも。みんなコキアって赤いものみたいな風に思ってるじゃん。俺らコキア知らなかったわけじゃん、そんなにね、うん、これを見たら綺麗だな、ね、めっちゃ綺麗ってなる、うん、ここがネモフィラも植え替えて春はネモフィラになる、青いやつだ、そう、うんうん、あれも綺麗だよね。でもすごいらしいよ、混んで早朝から並ばないと入れない、うん、素敵。いやー綺麗、黒田の滝の横の温泉に今日は泊まります。思い出、あ、なんか素敵だ、おい、お出迎えまでしてくれてすいません。
stepping out of the shadow and caught between God, my countenance. なんかいい感じ、すごいね、古くからあるんだろうね、味があって、でも綺麗、うん、どうでしょう。そんなに広い部屋ではなかったような気がする。あ、お綺麗、窓が、うん、大きいね。おー、わ、いいね、すごいいい、うん、あ、これはいいわ。こっちは滝の方じゃないんだね。滝はね、見えないんだって。でさ、うん、なんかお風呂が2種類あって、なんか1箇所は大浴場なんだけど、もう1箇所は渓流露天風呂って言って、うん、その温泉のお湯がそのまま川に流れてるんだって。もう源泉湧き出てるやつが、うん、そのお風呂浴槽みたいになってて、石とかでこう固めてね、はいはいはい、でもそこから溢れた分はもう全部川に流れるんだったよ。だから、うん、シャンプーとか、うん、石鹸とか使っちゃいけないんだって。ああ、そうなんだ、うん、だからその大浴場の方で体とかを洗って、うん、この露天風呂だけちょっと浸かりに行ってください。へえ、よくない？なんかめっちゃ楽しみ。ご飯はバイキングとかじゃないような気がする。こういう、こういうやつコースみたいな、コース、なんか午前みたいな感じ、うん、いいじゃん、めちゃめちゃいい。なんかこういう和室の温泉いいよね。私お布団で寝たい派なんだ。ああ、俺も布団いいよね。今日はゆっくりしましょうか、うん、もしこれからさ、道外でね、キャンプいろんなところでやるってなったとしたらさ、温泉も行きたいよね、別枠です。最終日は温泉だ。ああ、いいね。茨城県の方ですか？あ、そうです。埼玉より。ああ、そうなんです。ありがとうございます。うわ、嬉しいな、めっちゃで、ちょっと友達からのいただき物で、はいはい、自家菜園、うん、自家茨城。あ、ナス？でかっ、でかめちゃめちゃこれはすごい感動したね。え、ケンも泣いて、これはもうずっと取り当たってたもん。なんか DM でたまたま、うん、今日どこに行くんですかみたいな話をしてて、袋田の滝に行きますって言ったら、茨城県内なんだけど、うん、一番端っこの方だからここまで来るのに2時間かかったんだって、うん、でもわざわざ来てくれたらしくて、うん、今来たんですけどもういないですかみたいな言ってくれて、うん、会えてね。ねえ、よかったよかった。なんかやっぱ人に会うのが一番嬉しいかもしれない。いや、普通にさ、この土地の美味しいものとか、うん、いい景色とかもいいけどさ、うん、YouTube とか SNS 上でしかつながってなかった人たちとさ、うん、リアルで会うってなんか一番涙出る、うん、いや、そうだね、うん、なんかそういう機会増やしていきたいね、うんうん、ここ温泉の前なんだけどさだいぶ危ないよね危ないいや、俺も危ないでしょ。だいぶ危ないよ、ケン。これ何ってなるよ。パンダさ。パンダ。パンダ。お風呂入ってきました。今から夕食。楽しみ。ご飯が一番楽しみ。なんか、水戸黄門様みたいな。色だけでしょ。アユの塩焼きある。ご飯食べよう。ご飯めっちゃ食うな夕食会場こっちじゃなかったってことはアユないかもしれない。いや悲しそう、悲しそう。こっちか。もうすごい良さそうじゃんめちゃめちゃいいじゃん。コスパ良くない？すごすぎだ。あの温泉のクオリティとこの食事のクオリティ。1人1万5000円。あ、で3000円クーポンあったんだよね。あ、そうなんか急にクーポンポンって出てきて、うん、押したら使えたのだから、ね、もっと安い買った、うんうん、で、あゆあったな。あゆの塩焼きあったしかもこのすき焼きが常陸牛だった。めっちゃ豪華。しかもほとんど茨城県の季節のものを使ってるって書いてあった、うん、
茨城最終演。長いね。最高だ茨城。なんか泣きそうになってる。いやー本当に最高。茨城のもの盛りだくさん。うん、ナスだってそうでしょ。これがちょっともう食べかけですけど、ごま豆腐だっけ。ごま豆腐。湯葉ね、やっぱこれ湯葉、こっちでも湯葉。湯葉めっちゃ美味しい。どうぞ、黄門様。やば、ちょっと焼きすぎてるな。あー、なんか、茨城マジで美味しいもの多いね。うん、多いと思う。いただきます。うわ甘いね、うん、肉の甘み感じる。うん、うまい。腹いくんだね。普通腹いかないじゃん。背中の方じゃない、うん、腹ってだってなんか内臓でしょ多分。苦い。いやそりゃそうでしょ。あでも鮎は内臓食べれるんじゃん。うまいよね、あゆ。うまい。ん？枕投げ？体育？この後。本気出すよ、悪いけど。うわ、天怖いんだよね、ほんと。ムキになって。枕投げした後、多分爆睡だと思う。めっちゃ恥ずかしいな。うちらこの浴衣で寝るの。好きじゃないんだよね、うん、家のツルツルパジャマじゃないと寝れないんだよね。そう、家からツルツルパジャマ持ってきてて、うん、でさっき夕食会場行く前はツルツル半袖短パンで過ごしてて、うん、夕食会場行く前にこれに着替えて温泉に来た感を味わいたいなみたいな。でツルツルパジャマで行くの恥ずかしいじゃん。そうでやばいやばい、夕食の時間も過ぎてるって言って、もう過ぎちゃう。クバになんかシャッシャッてやって帰ってきて、うん、あ、そういえば布団敷きに来てる、脱ぎ捨ててたやつ大丈夫かなって言って開けたら、うん、やっぱりねこの状態でした。お恥ずかしいね。やばいよやばいよ、ちゃんとしよう。34だよ、ケン。一発目のダイブ。いいの？いや、結構多分ふかふかではないからね。気をつけろ、気をつけろ。硬いぞ、割と。いい布団好き。なんか落ちない安心感ってあるよね。まああなたは寝相悪いからね。それ心配あるかもしれないけど、なんかベッドから足が出てもさ床っていうのがいいよね。はあ、最高だ、気持ちいい。ああ、足の線な。最高、最高。消すわ、電気。お腹いった。いやね、お腹すいた。今、辛ラーメンやってる。食べたいかも。